金門国家公園は1995年10月に中華民国金門県に成立した中華民国6番目の国立公園である。歴史文化遺産、特に戦役史跡の保存を種に自然保護区としての機能を合わせ持つ。金門家公園は台湾海峡に面し、金門島の中央、北西、南西、北東エリア及び、 列所の関島道路及びその外側のエリアにまたがり、小根谷頭区、大信山区、小見影区、馬山区、列所島区に区分される。総面積約は3720ヘクタール、金門の総面積の約25%を占めている。金門島地質は単純であり、京林久吉を境界に東西にだいぶされる。東部は加工マ魔岩が露出し、西部は赤土が主となっている。 金門本島の北東、南東海岸及び列所の北東から南東海岸にかけては海水の浸食作用により海食崖あるいは海岸暖球が形成されている。金門は亜熱帯海洋性気候に属し、年間平均気温は摂氏20.8度、冬は乾燥し、寒く春は霧が多く発生する気候である。年間平均降水量は1000ミリリットル。 その多くが4月から9月にかけて観測される。陶器は乾燥し強風が吹くため農業には適しておらず、乾燥に強い作物を中心に作付けが行われている。金門は小規模当初の生態系を有している。金門は早い時期に開発が進行し、また多くの戦争を経験したため大型の野生動物は少ない。 その中でも特に貴重な生物としては、絶滅が危惧されるカワウソやカブトガニなどが挙げられる。また、金門は大陸沿岸に位置しているため、渡り鳥の中継地点として毎年秋から冬にかけて多様な鳥類が観測される。金門の人文史跡は全県に21か所が指定されており、その中の11箇所が国立公園内に位置している。国家2級戸籍としては、 ケイリン祭祀指導、文大法等、水道孔子取り道別物業、巨港ウソ伏線群越の4カ所が、三級戸籍としては、給料公募園、勘家減部モネーズ、ブリーダイ、ケイリン一門三節房、ヘインジ門関、水尾等、西吉流墓の7カ所が指定されている。1949年により、金門は、軍政が施行されたため都市開発が進行せず、伝統建築が、 数多く保存された。金門国家公園の成立時、範囲内には伝統的な集落として、芸林、玉山、王、南山、北山、水島、山港の7集落が保存されていた。金門は古来より、戦役の最前線とされていた。特に1949年以降は、中華民国の反共最前線として、国家の安全保障を担う重要な役割を、 与えられた。そして長期にわたる軍事的緊張により建築された防御施設は現在戦時体制を示す遺跡となっている。コネーヶ白戦域の主戦場であるコネーヶ区は、包括北山洋老リヒカリ将軍病、林浴血戦的記念碑、コネーヶ白星新保類、古内高地などを含みょうの戦火を忍ばせている。また大部山の中央トンネル、 ケ林の地下戦闘村、823戦士館、大野武山軍人工房など近門砲線の戦役史跡も数多く残されている。この多大岸からわずか2300メートルに位置する大陸向け放送を行った馬山羽音丹、列車の急遇トンネル及び諸口戦闘村、大部山城の部忘れ、在居費、湖伊頭軍史館など多くの関連史跡が散在している。 ありがとうございます。